あとその三権分立の話をしましたけど、そのある時の三権がきちんとチェックするのと、その政権交代があることによって次の行政が今の行政をチェックするとか、そういう意味でのまたチェックの仕方も、こう多層的なチェックのあり方が働くっていうことがやっぱり大事で、それが今どれも働かなくなってるっていうのがね、まあ、非常に今の日本の政治の現状なのかなと思いますから、まあ、我々野党もしっかり頑張らなきゃいけないし、石破先生も自民党内で頑張るということで、そうするとこう活性化と緊張感が生まれてくるのかなと思いますね。9条を一文字も変えないというのも含めて、まあ、少ないものも9条削除とかによく分からないのもあるんですが、この9条を変えないよと、自衛隊を書き込むだけっていうのだけ0人なんですよ。これ0人なんですよ。そうするとこの集会の趣旨がちょっと分かるっていうね。これ非常に安倍さんのいわゆる安倍加減案っていうのは、まあ、自衛隊を書き込むだけなので何も変わりませんというのが0っていうのはなかなかね、貼ってもよかったんだけど、貼りにくくなっちゃったのかもしれない。途中でなんか貼ったら怒られるんじゃないかって思った人もいるかもしれないから、はい、本当は貼りたいって人がもしいたら後でこっそりね貼っていただいて、ね、そこ写メで撮りますちょっとせっかくなので、石破さんと玉木さんって